じゃあよろしくお願いします。この間 の、 あの、はい、スピンとスライスの内訳、はい、やりましたね。あの相手が一人が自由に打って、はい、その相手が、スライスだったらスピンで打つ、うん、スピンで打ったらスライスで打つ、うん、っていうのの今日はちょっとポイントシングルス、はい、をやっていこうと思います。はい、真ん中から球出しスタートで、一人の方は自由に打っていって、うん、もう一人の方はスライスとスピン、はい、でボレーはなしにしましょう。わかりました。ボレーはなし、うん、はい、で今日は言わないでいいです、とりあえず、はい、とりあえず口に出さないじゃない。この間なんだっけ、スピスラとかスラスピとかスピスライスどっちだよっていうあると思うので、はい、あそこのちょっと判断を、まあ、鍛えるの、間違いなければいいです。間違っちゃったら失点にしましょう。相手がスライスで、明らかにスライスで打ってるのにスライスで打っちゃったらもう間違いっていう形で、わかりました、はい、やっていきますので、はいはい、またやりながらやっていきましょう。はい、お願いします。お願いします。ちゃんと練習してきた？僕最初球出しします。で僕自由に打ちます。はい、こっちが僕が打ったボールに対して判断して打ってってください。はい、じゃあ、ね、7点選手、7点、はい、はい、最初は真ん中に返しましょうか。球出ししたボールは真ん中に自由に打ってもらっていいので、はい、そこから勝負でいきましょう。はい、お願いします。お願いします。アウトです。やっと、あらま、ワンラップ。あと、シングルスだ、シングルスだ。2-0。はい、おっ、危ねえ。ちょっと待った、ちょっと待って、やばいかもめちゃくちゃやばい。3-0、シングルスだよあ、違う、もう嫌だ。いや、僕完全に好きだったんですけど、もう嫌だ、すげー分かりやすかったのに今分かったでしょ。分かってたんだけど、はい、スピン打っちゃった。4-0で、やべ、よし。あー、嫌だ。ボレーなしだからね。ボレーがないから、ね、ボレーなしだよ。5-0。あー、ごめん。だー、悔しい。はい、6-0。ちょっと一回も勝ててない。頭がいっぱいです。おい、じゃあ逆で。逆、はい。よし。お願いします。よし。よーし、どう、1-0。はい、いや、アウト。アウト、うそ、惜しい。ああ、きついこれ。ボレー出れない、きついね。そう、1-1。
えい、あー入った、危ねえ、足が出なかった、ワンツー、はい、えい、アウトです、アウト、あら、よし、やばいやばい、ワンスリー、はい、よし、アウト、いっちゃった、よし、ツースリー、入ったら終わってた、いや、ツーフォー、やべ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 、完全に今のは読みましたそっか、ボレー出れないから、あそこ決めなきゃダメだよね、そう、そうなんです、なるほど、スリーフォー、はい、よし、それ得意ですよね、スリーファイブ、天井36、よーよーし、鬼だ鬼だ、46、じゃあ、浅い、ごめんごめん、よし、5、6、はい、無理6オール、一本勝負で、一本、そう、えい、やったやった嬉しいはい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ様でした、佐藤が初めてと言ってもいいぐらいのシングルスね、はい、ちゃんと勝ちましたね、ただ僕一回もドロップ打ってないですからねだってほら差がね、やっぱどうしてもね出てきちゃうと、ね、やっぱコート広く使わないと私勝てないですから、正直言ってね、僕最初にドロップって発想なかったんですよ、あやってんの見て、あやれよかったなってでこっちでやればいいと思った方多いと思うんですよ、うん、あの佐藤コーチがスピン打ったらドロップやればいいじゃん、うん、でもそれやっちゃうと次の縛りが強いんで、多分ドロップ返し来るから、そうですね、っ、うん、なるとやっぱり僕の中でボレーもいけないから、うんうん、あの今回はちゃんと頭使いました、珍しく珍しく、そうだからボレー触れないからちょっとこれはチャンスだと思って、いや完全盲点だったな、そうちょっと単純に僕はその角度つければいいやぐらいだったので、うん、バックで一回角度つけたとか、はいはい、佐藤コーチにとりあえずバックのスピン打たせなきゃいいやって発想だったんですよ、はいはい、とりあえずスライス打たせようっていう、そうそう、スライスばっかり、ちょっとそこが盲点でしたね、そこばっかり目いっちゃってたんで、うん、ちょっと視野が狭かったので反省してます悔しいです、いやもうね終わった後の私のあの喜びがすごかった、あのドロップきついんだ、ボレーに行けるって分かってれば、うん、もうあらかじめ前に行ってるんだけど、はいはい、でもやっぱり戻ることも考えないといけないから、うん、
だからこう取った後のことなんかちょっとこうやっぱ引き気味に打っちゃうとダメだね、うん、やっぱ取るだと取りに行ってもそこからまた出して戻るぐらいの感覚がないといけないので、うん、やっぱフィジカルの強さとか、まあ、そのやったもん勝ちはあるかなと思うので、うん、そうですね、はい、すごいこう判断とこれ言ってたらやばい、うん、ちょっと言ってたらやばいこれは、うん、僕が入ってました、ね、そうあのねでドロップバックがさっきやってたので、はいはいはい、もうそろそろバレるだろうと思ってドロップをやるふりしてちょっと長めに打ったりとか、ねねうん、でその後にちょっとチョーンとかやったりとかそうちょっといろいろ考えながら今回やらせていただきました。判断は分かってたんですよ。あーさあどこスライスだからよしスピンだな、でドロップがどっちかっていうまで判断しなきゃいけないってなると、うん、結構もう疲れてくると鈍りますね、うんうんうん、簡単なボールをミスっちゃったりとか判断ミスってフットワークミスったりとか結構してたんで、うんこういう練習やっておくとやっぱりこう判断能力と瞬発力ももちろんそうなんですけど判断能力と観察力めちゃくちゃ上がると思うので、まあ、振り回せば体力も多分僕みたいにこうやって振り回せれば上がると思うんですけど、はい、あの子供たちジュニアとかこういう練習いいかもしれないね。相手をよく見る、はい、乾杯ですけど嬉しかった。でもまあ言うて1-1だし、まあ負けた感すごいです、まあ、いつも2勝とかしてたんで基本的に嬉しかったです、ね、はい、はい、皆さんもやってみてください、はい、ありがとうございました。グリップ破けてった本当だ